今回はこの春夏の作業服を買い替えようかなと思って、ちょっと新しいのを2着買ったので、そのレビューをして最近の作業服事情みたいなのをお伝えできたらなと思っています。こんにちは、 ANA 好き研磨屋 ANA です。この僕が今着てる作業服はもう4年くらい前かな、3年くらい前に買ったバートルさんの作業服なんですけども、こんな感じでこのズボンの裾ですかね、もうなんかビリビリに破れて、こっちはここが破れてしまったりとかして、もう2年ぐらい前から破れてるんですけども、まあまだ買わなくてもいいかなとか思いながらずっと過ごしてたら、やっぱりこうちょっとどっかに引っかかっちゃったりとかしたり、破れてたら見た目も悪いですし。なので今回新しいのをちょっと2着買ってみました。まあ、今回買ったのは次長堂さんのジャビンブランドですね。まあ、このジャビンブランド買った理由も前回紹介したんですけども、冬服の作業服も前回に新しいのに新調しています。その時に初めて次長堂さんのジャビンブランドの作業服を買いました。まあ、あれ見ていただいたらお分かりだと思うんですけども、僕167センチの57キロでちょっと細身なんですけれども、その細身の体でもストレッチ素材の作業服で、あとこうスリムシルエットみたいな感じで、ちょっとこう体のラインに沿ったみたいな感じで、すごくこうこの僕が着てもパッと見て、ああいいなっていう、かっこいいかなみたいな感じのやつやったんで、まあ、それがすごく気に入って、今回もジャビンさんの作業服を買ってみました。今回2着買ったんですけども、まあ、2着買った理由も1着買ってみたけど機能性とかすごく良かったんですけども、ちょっと自分の思ったのと違ったかなと思って今回2着買ってます。まず1着目いきたいと思うんですけども、これがちょっと僕が自分の中でちょっと、失敗したかなとか思ったやつなので、ちょっとそれも見てもらいたいと思います。はい、これですね。これがこのジャビンさんのこのカタログですね。この次長堂さんのカタログもあるんですけども、これも同じように載ってるんですけども、今回こちらのジャビン専用のカタログっていうのがあるので、こちらで商品の紹介したいと思います。まあ、これの中のこの今着ている服は56300シリーズっていうやつですね。これの長袖シャツ、この長袖シャツとこのズボンですねを今着ています。でこの56300シリーズの特徴が、ここのアコーディオンニットって書いてるやつと、呼吸する作業服みたいな感じで、こうすごくこう通気性のいい素材を使っているみたいです。まあ、こんな感じでちょっと曲げたら、ここにちょっと赤いラインが見えてるのがアコーディオンニットで、ここでこうすごく通気性が良くなるみたいです。そういうのをカタログで見て、まあ、すごくいいなと思って買ったんですけども、先ほど見ていただいたみたいに僕の作業服って、バートルさんの作業服はシルバーなんですけども、ちょっと白寄りのシルバーで、まあ白っぽいシルバーなんですけども白で、あと冬の服もジャビンさんのやつもシルバーって書いてて、まあ、白寄りのシルバーで、まあ、白の作業服が好きなんですね。で今回もこの作業服56300シリーズの作業服シルバーって書かれていたので、白っぽいシルバーなのかなと思って買ってみたんですけども、ちょっとこうカメラの都合上で白く見えるのかもしれないですけども、実際のところちょっとグレーっぽいシルバー、まあ多分シルバーっていう正しい色のシルバーだと思います。僕が持っているシルバーは白寄りのシルバーみたいな、ちょっと分かりにくいですけども白寄りのシルバーで、今回がこれが本当にシルバーみたいな。でも僕がこの高校の時の工業高校の実習の時に着てたネズミ色みたいなシルバーのネズミ色ではなくて、ちょっとこう明るい色のシルバーみたいな感じで、まあ白じゃないかなみたいな感じやったんですね。それとこの作業服サイズ S からあったんですけども、まあ M でも大丈夫かなと思ったらちょっと僕にはブカブカやったんで、ちょっとこんだけ余裕があったり、あともうここのとことかもブカブカでちょっとピタッとはしてないかなとかいうのもあって、あとこのズボンもですね、パンツもですけどもウエスト79っていうのを買ったんですけども、ちょっとブカブカでここのこの太もも周りとかもちょっと見えづらいかもしれないですけど、太もも周りもちょっと余裕があって、ちょっとこう動いた時にこのブカブカ感が気になるから、ちょっとでかいかなと思いました。でまあこれがこんな感じですね。でも一度来て仕事してみたんですけども、やっぱり動きやすくて、あとこういうアコーディオンニットの部分とか、あとこう素材が通気性のいい素材なので、今撮影してるの4月なんですけども、今年の4月はまあまあ暑かって、工場内もお昼の2時3時とかだと28度ぐらいになった時もあったんで、まあ、その時は結構外の風が入ってきたらここに通気性が良くて体の中に風が入ってきて快適だったんで、まあいい作業服かなと思います。ただちょっと色味的に僕の中ではもうちょっと白が良かって、まあサイズも僕が買い間違えて上を S にしてば良かったなとか、パンツをワンサイズちっちゃめの76とかにしたら良かったなと思って、まあ今回これはメインの作業服にしなくて、洗車とかまあ他の何かの作業の時にこの服は着ていきたいかなとは思います。で今回もう1着買って、まだ着てないので、今回この動画を撮る時に着るのでお伝えするのが不安なんですけども、554シリーズっていうやつも買ってます。はい、次これ着てみました。これはこれ554シリーズっていうやつの長袖シャツとパンツですねを買いました。この作業服はこの色見ていただいたら分かるようにホワイトなんですね。なんで真っ白です。これは、これこそ白でこれいいかなとは思います。でサイズも上は M からしかないんですけども、さっきのよりちょっとダブダブしてないイメージはします。パンツはウエストを79から76にちょっとワンランク下げてやったんで、もうウエストはもうベルトなしで全然いける感じですね。でまあここら辺もぴったりしてて、すごく動きやすくていい感じです。ただ今初めて来たんですけども、春夏の服でさっきまではシルバーで、やっぱりこう白寄りのグレーみたいな感じで若干グレーがかかってるんで全然問題ないんですけども、これ真っ白で春夏の服なので、まあ素材自体が薄いんですよね。すごくこう薄くて、もう今着ててもいい感じの涼しさなんですけども、白なんでちょっと見えにくいかもしれないですけど、若干この僕の太ももの肌が透けてるんですよね。まあ別にいいかなとは思うんですけどもっていう、まあそれぐらい薄いのかなとは思いますね。まあこれがちょっと、まあそれぐらいですかね。ちょっと気になるところは、まあ白すぎて、あと春夏で快適性を追求するので、生地が薄いっていうので、まあちょっと透けてるかなっていうぐらいがちょっと気になるところなんですけども、この55400はこう書いてるようにライダースジャケットテイストのデザインっていうコンセプトみたいです。なのでこうライダースのジャケット、まあピタッとしてる感じなんですかね。まあなんですごくこう僕が求めていた体のラインに沿った作業服な感じなんで、すごく僕が好きなデザインです。今回これ今先ほども見ていただいたみたいに袋から開けて初めて着てみたんですけども、すごくこうしっくりした感じでめちゃくちゃいいですね。後ろもこんな感じです。まあさっきみたいなこのアコーディオンニットみたいなのはないんですけども、先ほどもお話ししたみたいに全体的に薄手の生地なんで、まあ、通気性とかもすごく良くて、まあ、春夏こう作業する時にはすごく快適なのかなと思います。こんな感じでジャミンさんのこのカタログですね。これとか、あとこの次長堂さんの総合カタログとかにもこれからはこう空調服もあるみたいですけども、まあその中でこう次長堂さんのブランドにジャウィンのシリーズがあったり、まあ、このちょっと分厚めの次長堂さんのカタログ、これ手に取って見ていただくのもいいかなと思います。その中に僕が紹介した2つのシリーズも載ってるので、まあこの動画見てカタログと照らし合わせて見ていただくのもいいかなと思います。まあ僕がちょっとこう細身なんで、こうやっぱりこう皆さんガタイのような方もいらっしゃると思うので、ちょっと参考になるかどうかはわからないですけども、まあちょっと参考にしていただけたら嬉しいなと思います。それとこの先ほどからこっち見ていただいてるんですけども、これジャウィンさん専用のカタログっていうのを僕初めて知って、 Twitter、インスタ、Facebook、ブログやってるんですけども、その中で Twitter とインスタでジャウィンさんをフォローさせていただいてて、でまあインスタを結構メインにジャウィンさんやられてて、その時にジャウィンの冬服を着た時にセルフィーで写真撮って、それをこうジャウィンの服買ったよってこうインスタに上げたら、ジャウィンさんに取り上げていただいて、このカタログ、ジャウィンの専用カタログですねの最後のページ、こんな感じでチームジャウィンのところに僕もこんな感じで皆さんに混じって載せていただいています。まさかの採用されてびっくりしています。まあいわゆる読毛みたいな感じなんですけども、まあ、初めてこんな感じで雑誌に載せていただいてすごくびっくりしてます。動画ではあまり見せれないんですけども、男性の方、女性の方載ってるんですけども、皆さんこうすごいジャウィン似合ってて、あと男性の方ならすごいガタイが良くてこうピタッとしててかっこいいんですけども、その中で僕一人こんな感じで写ってて、まあちょっと細身なんですけども大丈夫なんかなとか思いながら、まあこうもし細身の方がこうジャウィン着たいけど似合うかなとか思われる方がちょっと参考にしていただけたら僕はすごく嬉しいなとは思います。まあそんな感じで今回このライダースジャケットテイストの作業服にしようかなと思います。もちろん先ほどのこれですね56300シリーズも先ほどお話ししたこうアコーディオンニットで通気性がいいので、まあもっと通気性欲しいよとか、もちろん先ほどもお話ししたみたいに細身じゃない方はすごいぴったりくると思うので、こちらもおすすめです。はい、そんな感じで今回この作業服、僕が春夏の作業服新調したよっていうお話でした。この動画で皆さんの作業服事情ですね、少しでも参考になったら嬉しいなと思います。ありがとうございました。ここおすすめ載ってます。よかったらこちらも見てください。それとここチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。